演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら豆腐チャウベというチーズケーキを食べます。そう、名前の通り見た目は本当にお豆腐みたいですね。でもこれはお豆腐じゃなくてチーズケーキです。なんかこういったものもついています。これは気になりますね。まずはこのお豆腐じゃなくてチーズケーキを見てみましょう。では本当に豆腐みたいにとろりと入りますね。ではいただきます。本当に豆腐じゃないんですね。でも豆腐っぽさもあって美味しいですね。さっぱりしてます。非常にあっさりとした味わいで本当に豆腐の味を少ししますね。確か豆腐が入っているとは書いていました。でもふんわりとした食感でチーズケーキとしての味は本当にあってとっても美味しいです。しかも豆腐によってカロリーが低くて栄養価も高い。これは美味しい商品ですね。というわけで、あ、そうです、言い忘れてます。上に入っているクッキー生地やカラメルクッキー生地じゃないです、クッキーの食感がトッピングのカラメルのなんかグラグラにしカラメルのほろ苦さもしっかりマッチしていてとっても美味しかったです。ちょっとプリンっぽい感じもあったかな。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは朧月髪乱れるや夜長に、夜長に髪を乱して何をしているんでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。